一番エッチだと思う漢字を一文字教えてください。ベスト3形式で順番に発表してください。これ、ほんと面白いこの企画。はーい。そうですね。私のエッチだと思う漢字、3位は、回るとか、回っていう字です。四角さんをさらに四角さんが囲ってて、これどういう状況なのみたいな。一個でよくないって思って、小さい四角さんがいたら、大きい四角さんがこうギュって囲んじゃった感じで、何してんのお前らみたいな感じで、いいなって思いました。では次、ベスト3は、これ。カラスという漢字ですね。このカラスって漢字は、まあ、皆さんご存知のことだと思うんですけど、カラスっておバカだから、鳥から一本線を抜いて、カラスっていう字を作ったんだよって、みんなそう習ったと思うんですけど、私はそれを聞いたときに、カラスすっごくかわいそうって思って、しかもカラスは、非常に頭のいい鳥なのに、この漢字が作られた当時は、カラスはおバカだと思われてて、頭がないってことでここ一本取るよとか、そういう名前の付けられ方をして、で、何千年ももうこの漢字、人間たちに付けられてきて、すごいなんかかわいそうだけど、でもその惨めさがエッチで、まあいいねって思いました。1位、一番エッチだと思う漢字は、この、ふえんっていう漢字です。皆さん、この漢字を、漢字テスト以外で使用したことありますか？私、これ、漢字テスト受けてから書いたことないんですよね、この漢字。この漢字を初めて見たときに、なんか漢字って、自由すぎないって思って。普通さ、この中にこれ入っちゃダメでしょって。思ってこう、堂々とさ、一つの漢字の中に、また別のこれがこうギュって入っちゃって、さんずい？なんでさんずいがさ、この、行くっていう漢字の中にビューって入っちゃったの？絶対あなたの場所はここじゃないでしょっていうので、なんかすごい10分ぐらい笑ってたことがあって、いや、本当に、おまぬけエッチみたいな感じで、エッチだなって思って、ますね。